はい、人となり田村先生に来ていただきました。こんにちは。はい、こんにちは。田村先生、はい、変な入り方しなくていいの？しないです、しないです。しないです。そうですよね。田村先生がやりだすとまたこれね、流れが全然変わっちゃうからね。これでも止めといていいかなって言ったら、はい、ということで、なんだっけ、特技、はい、特技を聞いて、はい、私もう本当何かなって思うぐらい私も特技がなくて、特技ってなんか割と何でもできそう。逆に 何が私特技ですかって聞きたいぐらい本当にないんですよね。あ、違うんです、全部できないんです。運動も音痴でできないですし、ピアノとか音楽、まあ、やってたのはやってたんですけど、うん、ずば抜けてできてるわけでもないですし、うん、なんだろうって思って。歌が弾けない浅見先生とか、そうですね、チクリチクリと、ね、若手の間で広まってるのが浅見先生が入る歌弾けないんで、いや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 、これで広まってんですよ、園長先生。これで広まってんのか。で、何かなって思った時に、あの制作は得意なのかなっていうふうに思って、それも先生方に、田村先生の壁面上手だねとか、かわいいねって言ってもらえる機会がすごい増えて、それがすごい自信になって、まあ自分の特技なのかなって思って、やっぱり改めて考えてみると、細かいところにもこだわってたりとか、結構こうよく見てやってるので、こだわりを持ってやってるので、特技、細かい制作とか特技かなっていうふうに思います。そうですね、すごい、本当にでも上手ですよ。そうなの？いや、分かんないですけど。まあ、よっちゃんの先生全体にね、あれだなと思うけど、やっぱりやってて楽しい。そうですね、楽しいです。苦にならない。苦にならないです。じゃあ、ちなみに、4月の壁面は、はい、4月の壁面は入園おめでとうの壁面なんですけど、電車に動物たちが乗っている壁面で、みんなのことをお祝いしようっていう気持ちで、太鼓とか叩いてたりとかするので、ぜひ見ていていただけたらと思います。そうですね、すごい可愛くできたので見てもらいたいです。幼稚園にお越しの際とかね、はい、あとついでにスミレ君も。スミレさんも、壁面も、スミレさんは一緒に組む足立先生が、はいはい、作ってくれたんで、ぜひそちらも見てください。足立先生が作らせたんで。作ってくれたんです。あ、そこも先輩のあれで、力関係で作れって言われた。なんかさっき足立泣いてたもん。あれ違う、違う、あれ悪い噂が流れたら大変だよね。新人になったらその浅見のことは内緒にしてなきゃダメ。違う違う違う。皆さんもそうですよ。本当だったら言えませんよ、こうやって。もう後から私がやられちゃうのに。違う違う。これは壁面も毎月描いていくんでしょ。そうですね。子供たちの遊びながら作った作品と、私の、ちょこちょこっといるかもしれないです。はい、12ヶ月の構想。そうですね、大体大体そうですね、はい、あとはもうどうしようかね、披露なんですよね、披露しなきゃいけないですよ。なんか私の特技を誰か見つけていただけたらと思います。はい、じゃあ一応、制作をしている、いや、難しいですね。出てこないです。残念なんですけど、はい、ハサミで切ってるふりをして、こういうふうにしてやってます。なんだこれ、結構シュールだぞこれ。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、
そしてチャンネル登録よろしくお願いします。